ジーパン破れたの大丈夫ですか？やばいんだよね。ジーパン破れたのちょっとやばいね。直したいっすね。これは当て布買わないと。お股がばっかり割れてます。お股が。服買わねえとな。パッカリですよ。パッカリ。バイト何してますか？ A 型作業所っていうところで僕は働いてますね。 A 型作業所で働いてます。眠いな。めちゃくちゃ眠い。寝てねえもんな、ずっと。もしかして就労移行支援ですか？違ったらごめんなさい。あ、そうですよ。就労継続支援の方ですね、僕の方は。就労継続支援 A 型作業所です。事業所か。そうですよ、たつん。僕は障害者なんで。心霊配信が寝てない、寝てない。今日はリスワン撮りたいなと思って。トランプいらっしゃい。おー、サトシさんやワダツーいらっしゃい。寝てないよ。やっぱね、1万円本気で取りに行かないとダメでしょ。プロ名乗ってるわけだから、1万円確実に取って、毎月取って最低限だと思ってるから、トップ30には入ってないってさ、かっこ悪い、示しつかねえでしょ。リスナーさんに。何がプロだよって言われちゃうもんね。閲覧も取れねえくせにとか。結構本気ですよ。配信に関しては真面目。移行支援センター。ほう、100万円返済どういうこと？え、あ、そっか、サトシさん分かんないのか。風船10個ありがとう。サトシさん風船10個ありがとう。 A 型事業所を立ち上げようとしてるものを、あ、僕もぜひぜひ立ち上げようと思ってるんですよ。本当に将来ね、やっぱね、将来者が、障害者がね、やっぱ伸び伸びと働けるところとかね、大事ですよ。障害者手帳を持ってる人ってどれくらいいるかっていうと、精神障害者だけで40人に1人いるんですよ。日本国民の。ありえないでしょ？びっくりするでしょ？で、その多くの人が働けてないんですね。だからね、やっぱ社会復帰する場所って必要だと思ってる。ぜひぜひ、いい A 型授業所を作ってください。働きたくなるような。40人に1人だよ。結構多いでしょ。しかもそれって精神障害者の数じゃなくて、国が認定してる精神障害者手帳の発行されてる数ね。だから手帳を受け取ってる人の数。それ以外に手帳を受け取ってないうつ病の人とかいっぱいいるってことね。国民病レベルですよ。国民病レベル。完全に。意外とね、やっぱね、自分が障害者じゃないと遠いことだから、調べたりとかなかなかしないじゃん。家族に障害者がいたりとか、自分自身が障害者じゃないとね、実技上がなかなか入ってこないっていうのあるよね。
手助けできればと思ってます。ぜひぜひ。もう本当に、本当にいいっすね。そういう人が増えると。本当にそう思います。マジで。いい事業所を作ってください。就労移行支援って何ですか？ですね。障害を持ってる人が社会復帰ってなかなか難しいんですよ。まあ、一般就労っていうやつなんですけど、普通の会社に就職することを一般就労って言います。で、それがなかなかやっぱり難しいんですね、障害持ってる人っていうのは。そこで、働くための職業訓練であったりとか、なんて言えばいいのかな、職業訓練であったりとか、あと実際働いてみるっていう場所が、その就労継続支援ってやつなんですよ、僕が通ってる。で、A 型と B 型っていうのがあって、A 型っていうのは最低時給の、雇用契約を結んで、お給料がもらえるってやつですね。だから簡単に言うと、仕事もちゃんとやるんですけど、職業訓練的な、要は働いてるのもそうだけど、施設を利用してる側でもあるっていう、そういう感じです。伝わるかな、今の説明。ちょっと俺も寝ぼけてるからさ、もし伝わんなかったらごめんね。何回でも説明するんで。ちょっとね、今頭がね、回ってなくて、もしかしたら伝わりづらいかもしれないです。なんとなく伝わった？伝わってると嬉しいですね。抜け出すのに変換ってなんで？抜け出したは抜け出したんですけれども、100万円のうちね、約100万円のうち30万は納得してるんですよ。要は2月のこの前の金曜日に抜けるっていうのを確定したんですよ。だけど、1月1日付で辞めたことになってるんで、要は2月分と1月分と12月分っていうのを多くもらってるんですよ、僕。だからそれに関する30万円は返すっていうのは約束してるんだけど、それそうじゃん。多くもらっちゃってんだから。だけど、前働いてたバーの分の、ね、売上を収入って言われてんの。バーってさ、お酒のコストとか、備品のガラスとかさ、備品とかいっぱい買わないといけない。電気代、水道代、光熱費、家賃とか全部払わないといけないじゃん。それを経費として計上してもらえなかったんだよね。だから、いやいやいや、っつって、そんな請求されても困るって言ってんのが今の現状、俺の。そんな感じ。困っちゃうでしょ。本当に参ってるよ、今。就労移行支援施設で座学やまないパソコン。ああ、移行支援の方はお給料出ないんだっけ？ちょっと移行支援と継続支援の違いよく分かってないな、俺は。どういうとこなんだろう。領収書あるのにおかしいよね。前例がないのは仕方ないけど。まあ前例ないよな。生活保護を受けてさ、自営業バリバリやって、生活保護抜けてやるっていうバイタリティがあるやつがまずそもそもいないと思ってんの。普通は就職して抜けるから。だけど俺の場合自営業で抜けたかんね。それでも前例がないと思うよ。あ、お給料発生しない利用料か。なるほど、なるほど。役所は何でもお給料制に計算することなのか。そうだね。誰かが祝電したんじゃないの？祝電はですね、もともとニコ生時代から言われてたのが、毎月200件の、クレームが来るって言われました。和同の問い合わせで。 要は和同ってやつが不正受給をしてるっていう虚偽通報を毎月200件来てるって言ってましたね。 ずっと電話が鳴ると毎日。まあ不正受給はしてないんで、いたずら電話で訴えたらどうですかとは言っときましたけど。 僕は全然隠してなかったんで、生活保護を受けてることを。
むしろ何が悪いんだと思ってるぐらいだったんで、開き直ってるとか言われましたね。結構です。結構やられてます。なかなかやられてます。まあ祝電はとかは気にしてないですね。もう何やってもどこ行っても祝電があるのが僕の生き方なんで、もうそこは配信で飯食おうって言った時から、まあ返還に関しては、だから俺は返還をしたくないって断ってるわけじゃないのよ。なんていうのかな、ちゃんと経費でかかった分を差し引いた利益は返還するって言ってんのね。それはだって俺の取り分だ。だけど、その売上ベースで言ったら、じゃあ俺がやってた仕事は遊びだったのかっていう話になってくるじゃん。じゃあ生活保護で100万円使い込んだのかって言われたらそうじゃないと思ってるから、それはちょっと勘弁してくれないっていうのが俺の考え方かな。知り合いで携帯の乗り換えの時のキャッシュバックも給料として計算された。びっくりした。そうなんですよ。給料っていうかちょっと違うんです。所得ってやつですね。給料とはちょっと違うんです。僕はですね、アスペルガー症候群、ADHD、躁うつ病、統合失調症。で、もろもろいっぱいありますよ。聴覚過敏とか。簡単に言うと発達障害っていうやつですね。アスペってやつです。昔で言うとこの。今ではね、名前が変わって自閉症スペクトラム障害っていう名前に変わりました。だから、簡単に言うと昔で言うアスペってやつですね。少しでも変換額減るといいですね。あ、僕が戦うのは変換額を減る戦いじゃなくてですね、憲法違反だって言って、法律の上の概念の憲法っていうのがあるんですけど、その憲法に違反してるっていうことで市役所を訴えようと思ってます。だからもっとでかいことやろうとしてます。用済みにも伝統してるのがありましたね。もうこんなの許せねえっていう。そう。減らしたいとかそういうこすいことじゃなくて、もう、今後の生活保護界を変わるぐらいのことをやろうと思ってますね。納得いかないんで、全然。全然納得いかないでしょ。生活保護の人は自営業やったらダメなのかって話になってくるからね。生活保護でも自営業でも立派に働いててね、普通に申告してるのは不正受給でも何でもないと思ってるから。あ、そうなんだ。そっかそっか、一緒に頑張ろうね。障害あっても全然稼げるよ。全然働けるよ。絶対社会の役に立てるよ。俺はそう信じてる。どんなに小さいことでも何かしらね、人間は役に立てると俺は信じてるよ。勤労の自由。俺がね、書いたのは、職業選択の自由を侵害する憲法違反であるって。詳細はね、ここ書いてあるんで、もし賛同していただける方は、リツイートしてください。この世の不条理と戦おう。そういうこと。エージェント。ありがとう。でかい口叩く前に、まずは目の前の小さい金を先に払え。目の前の小さい金を先に払えの意味が分かんないけど、それは何のことを指してるんでしょうか。大吉さん。大吉さんいらっしゃい。目の前の小さい金を先に払え。何のことでしょうか。何だろうな。目の前の小さい金。別に大きな口叩いてるつもりないですよ、僕は。思ったことを言ってるだけです。おお、姉ちゃんいらっしゃい。久しぶり。絶好調だよ。どう、姉ちゃん。生活保護抜けたよ、姉ちゃん、俺。ありがとね、今まで応援してくれて。これからもよろしく。有言実行しましたよ。生活保護を配信の稼ぎで抜けました。プリンさん、ギリチョコありがとう。ありがとうございます。有言実行、大事です。ただ、新宿区役所から金曜日、抜けたら100万円返してくださいって言われて、今戦ってます。もう憲法違反だっつって、違憲だっつって、裁判を起こそうとしてます。こんにちは、ラリ君いらっしゃい。楽しんでっていい？
もう壮絶な戦争が始まってるんで、これイデオロギーの戦争に始まってるんで、イデオロギーですよ、姉ちゃん。ナマポのプライドをかけた、元ナマポのプライドをかけた戦いが始まってるんだよ。俺がナマポ業界を変えてやる。俺がナマポを全て変えるから。それって不正受給じゃ、配信で抜けたって。不正受給じゃないよ。不正受給じゃないです。それ厳密に答えられますよ、質問していただければ。先発さん、こんにちは。先発くんだ。先発くん、こんにちは。アーニャはね、多分ね、生活保護に関する知識が多分ないから、そういう発言になってるんですよ。配信で生活保護抜けたのは、抜けたんですよ。本当に。不正受給の負の字、不正の負の字もないですよ。全然ない。正式な手続きで抜けてますんで、そこに関してはね、別に揉めてないです。私も病気と戦いながら今回のお仕事やってます。和道さん頑張って。頑張るよ、りゅうかちゃん。ありがとう、応援してね。もしよかったらツイッターリツイートしてください。多くの人にこの現状を知ってもらいたいんで、このツイッターをリツイートお願いします。はい、こんにちは、ゆうたさん。どうもどうも。みんな協力して。弁護士さんとか声かかるのを待ってるから、みんながね、広めてくれればくれるほど社会問題として大きくなっていくから。抜ける勇気すごいよね。抜けたかったね、俺は。早くどん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 稼ぎたかったから、早く抜けたかったね。4年かかりました、生活保護抜けるまで。なしでいけそう。何が？モンさんいらっしゃい、コメントありがとう。なしってなんだろう。あ、弁護士なしってこと？弁護士はつけないですね。お金がないんで。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさんはチロくん、ピロさん、リョーコさん、フォローありがとう。ポンチさんもフォローありがとう。そもそも生活保護を受けてる時点で収入あったらすぐに申告してれば返せとは言われないのでは？お、金口さん、いい質問ですね。収入申告をしてたんですよ。で、3年後にまとめてきたんです。だから怒ってるんです、僕は。収入申告は毎月してました、返還もしてました。ただこの件に関しては保留保留保留って言って、最後の最後で90万請求されたんです。だから僕は怒ってます。それは第3の論点って呼んでます。僕が訴えたいことは3つあって、3番目です。だからあんまり重要性は高くないです。何度も聞かれてるかもしれませんが、100万円返還ってきちんと毎月全ての収入し、あ、これは同じ質問ですね。ウィーさんと同じ質問です。収入申告してましたよ、毎月。だから納得いかないって言ってるんですよ。今来たので間違ってるか、おお、ドラちゃんおはよう。今来たので間違ってるかもしれませんが、簡単に言うと、リスナーからの振り込みでお店に来た人にサービスを振る舞うというビジネスモデルが、役所に個人的な趣味でサービスを振る舞ってるものって判断されたってことですよね。合ってます。自分の分の、毎月の保護費を減らして、いたってこと。そこはね、難しくて、生活保護っていうものはそもそもどういう制度なのかっていうと、生活費の足りない部分を補填するっていうのが正しい考え方なの。だから8万円しかないとする。で、文化的な最低限の生活っていうのが13万円だとしよう、国が定めた金額。じゃあ8万円の収入なかったら5万円を追加するっていうふうに考えるのが生活保護の正しい考え方なの。だから、多くもらった分は返さないといけないっていうのが、このさっきから言ってる収入申告ってやつなんですよ。そうだよ。だから怒ってるんですよ。だから協力して。金木さんおかしいでしょ。収入を今月減らしていたってこと。収入申告かなり細かくやってましたもんね。飴1個漏らす。そうだよ。俺飴すらも1個も、飴とかでも申告してたんだよ。やりすぎっていうぐらいやってたんだもん。なんでかっていうと、生活保護を受けて配信やってたから。もう、だって疲れるの分かってたから、リスナーさんに。飴1個だよ。これマジだかんね。バーガープレゼントありがとう、プリンさん。抜けたいけど病気で抜けられない。収入申告してるな、ケースワーカーおかしい。ただね、ケースワーカーがおかしいともね、一概に言えないぐらい複雑なんですよ、今回。いや、そうじゃないんだよ。今回ね、どれくらい複雑かっていうと、
ケースワーカーも悪くないんです、実は。で、俺も悪くないんです。法の不備なんです、これ。そう。だから大きな問題だよって言って、さっきね、4時間配信でどれくらい見に来たかっていうと、昼間、朝方だよ。朝方の配信で、4時間配信で6000人見に来たの。リツイートありがとう。それくらい話題でアクティブ500だったのよ。だからみんな協力して。この事件見守りたいっていう、裁判まで、最後まで見守りたいっていう人はぜひ、フォローしてください。ぜひ応援よろしくお願いします。これはね、どう転んでも法の不備をついてるから、俺は徹底的に戦おうと思います。法律と憲法に矛盾があるの。月々8000円までは引かれない。それは間違いですね。お前は小じき。ほう。ユイガに教えてやりたいですね。あいつは生ポでパチンコだから。別に生ポでパチンコやってもいいんじゃないですか？倫理的にはどうかと思いますけど。別に生ポでパチンコやる分には問題ないです。なんでかっていうとですね、この国にはギャンブルなんて存在しないんですよ。たまたまゲームセンターがあって、たまたま景品を交換して、その景品をたまたま買い取ってくれるっていうのがこの国の法律なんで、この国にはギャンブルなんてありません！めちゃくちゃだろ？だから俺はこういうこと言ってんの。警察とか国がもう正式に発表したと。え、たまたま金券ショップが近くにあっただけでしょって。パチンコ屋さん知らなかったんだからしょうがないよねって。風俗もそう、ギャンブルもそう。だから俺はそこバチンってついてるの、痛いところ。新しいフォロワーさん紹介します。ありがとう、フォローしてくれた人。新しいフォロワーさん紹介します。モさんフォローありがとう。花火いただきました。翔太様様、花火ありがとうございます。ありがとう。初見です。なんで100万円なんですか？ですね、もろもろ100万円なんですけど、30万円分に関しては納得してます。60万円に関してはですね、ちょっと揉めてます。8000円まで引かれないって違うの？詳しく。それはね、これを見てください。それはね、ちょっと待ってね。ここに詳しく書いてあるので、調べてから発言していただけると嬉しいです。間違ってるよっていう時はね、まず自分で調べる癖をつけるっていうの大事なことですよ。大事なことなんでね、調べてください。ちょっと待ってね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 。本当にこれ大事なことだが、こちらをご覧ください。はい。ここに全部書いてあります。だからみんなね、思い込みで話さないことね。ギリチョコプレゼントありがとう。また来てね。文章で来たの、返還請求。それ正式な文章はこれから来ますが、口頭とですね、覚え書きできました。翔太様様から花火いただきました。行きます。1回、2回、3回、4回、5回、6回。ありがとうございます。ギリチョコプレゼントありがとう。生ポに関してのシステムに関しては100人以上の知識があるからヘマはしないですよね。まあしないでしょうね。下手なケースワーカーより僕の方が詳しいと思います。障害あれば法テラスで3回まで無料で弁護士相談できるよ。なんか自力でやったら面白いかなと思ってるんで、自己弁護で行こうかなと思ってますね。それかリスナーさんとか、あと協力するっていう弁護士さんが見つかったら面白いかなと思ってます。タツーン、ツイッターありがとね。リツイートありがとう。もし、今回の裁判やれやれとか、面白い、どんどんやれっていう人、和道の考え方賛同するよとか、お前裁判負けちまえとか、とにかく裁判やれっていう人は、これリツイートしてください。一日中その話やな。他の話題にする？他の話題でもいいよ。なんか話題提供してよ。なんか他の話題もしたいよね。もうでもこれは結構大事件だからね。まあ、引っ張らざるを得ないぐらいの話ではあると思うよ。だってさ、生活保護を受けてた人ってさ、お金に困ってから、困ってた、生活ができないから生活保護を受けてたわけじゃん。で、生活保護、はい、抜けました。100万円払ってくださいっていう請求書を出すっていうことはさ、その人を生活保護に戻すような仕組みじゃん。おかしくない？どう思う？俺、おかしいと思うよ。変だと思うよ。
青山との対決の勝算は、勝つ気でやってるかな。勝つ気でやってる。あと3？あと3分ありがとう。あと3分で終わり。終わりっていうか次枠取ります。でしょ？だからさ、毎月返還されてたらさ、こんなことにならなかったし、最初の初期の段階で不備があったらさ、店自体を辞めるって判断ができたわけじゃん。それを3年間放置してたのは店側、ケースワーカー側じゃん。新宿区役所側じゃん。つまり、不備があるっていうふうに俺は思ってるってこと。生活保護って基準満たしていたら受給できますか？できますね。間違いなく。龍馬さん正解です。できます。完全にできます。もしできなかったとしたら、それこそ憲法違反だと思う。それこそね、かなりめんどくさくなると思うよ。踏み倒せばよくない？ですね、僕は払わないって答えました。払いませんって答えました。わかりましたって向こうは言ってました。僕は払う気ないです。払いません。それも合法的に払わないです。理由も根拠も述べました。払いません、僕は。返還しません。まず、その時に請求しないのに保留にして多額の請求す、おかしい。そこはね、第三の論点で。本当におかしいと思ってますね。本当におかしいと思ってる。変だよね。本当に生活保護を少なくするとか、やめさせるとかさ、助けるっていう制度なのかっていう。強制的に銀行から引かれないの。それはですね、第何条っていうのに関係してるんですけど、64条、生活保護法64条で今回請求されてます、僕の場合は。だから64条の場合は差し押さえっていうのができません。ごめんなさい、間違えました。63条ですね。生活保護法63条には差し押さえの権利はありません。なので差し押さえることは一切ありません。つまりですね、向こう側も裁判やろうぜっていう気満々です。強制権はないんです、ウェイさん。稼いだ金を返金しろって話ですか？簡単に言うとそうなんですけど、売上ベースなのか利益ベースなのかで揉めてます、マナキさん。じゃあ続きは次枠行きましょう。安心ではないですね。戦います、僕は。真っ向勝負で、法廷で会おうって言いました。で、向こうも OK って言いました。あとは大人の戦い方で、バッチバチにやり合おうと思います。殴り合いです。まあ、もし、詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、次枠もぜひ遊びに来てください。フォローしてください。じゃあねー。お疲れー。また来てねー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。